はい、どうも皆さん、こんにちは、のわです。今回はですね、コメント欄の方にですね、普通に、強いバッジ、なんだっけな、簡単に入手できて普通に使えるバッジを紹介してほしいというリクエストが届いていたので、そちらを、紹介していこうかなと思いましてですね、ノートにまとめるとこんな感じになりましたね。で、まず一つ目が、地獄救出バッジですね。こちら自分も結構愛用してますね。効果が2ラウンド目の敵チームの中から2人のガードを1にするという効果ですね。これ敵が1人とかだったらもう確定でその敵のガードが1になるので、ガード1になったらもうあとは、ダメージがいくらでも通るので、これかなり使えるパンチですね。で、入手方法が神聖ブロリー編ってあるじゃないですか。ジャークインミッションですね。あちらの地獄エリアを、救出率 70% にするとゲットできます。そして2つ目が流神論バッジですね。効果が1ラウンド目からファイナルラウンド、こちらはちょっと選べるというか、自分で模索する感じですね。で、敵チームの中から3人のガードを半分にするという効果ですね。先ほどの、地獄救出バッジとちょっと似てるんですけど、こちらは半分なんですね。でも、人数が増えて、1ラウンド目からファイナルラウンドまで選べるという感じですね。そして入手方法がジャーク流ミッションのジャーク流編ってあるじゃないですか。あれの流神の、乙女形態のあの流神のですね、あいつを倒すとゲットできます。これは確定で出ます、これも 70% にすると確定だったんですけど、こっちも確定で出ます。そして3つ目がアラレちゃんバッジですね。1ラウンド目限定ですね。で、敵チームの中から3人のパワーとガードを1にするという効果ですね。パワーとガード1なんで、自分がワンキルしたい時も、ガード1になってるんで、使えて、逆ワンキルも防げるんですよ。パワーも1なんで、逆ワンキルっていうのは敵からのワンキルですね。例で言うと混乱のゴッドボスブロリー、あんな感じですね。はい、あれも防げてしまうという、超万能な、バッジですね。で、これの入手方法がですね、ジャークリューミッション、またしてもですね、ジャークリューミッションの何だったかなあれバビディの逆襲編、バビディの逆襲編というところを選んでいただいて、ウォンテッドっていうのがあるんですね。説明するとあれなんだよな。ちょっといいの、値下げのやつないか。こういう板があってですね、球面に分かれてるんですけど、それをビンゴの要領で揃えていく、感じの仕組みですね。で、ウォンテッドボーナスっていうのがあるんですけど、3ラインですね。そのビンゴを、球面あるビンゴを3ライン、こういう形ですね。で、揃えると、たまに出る感じですね。そのたまにっていうのは結構、しんどい確率なんで、10分の1ぐらいかな、確か。自分の場合は一発で出たんで、そういう、結構ランダム性ですね、これ結構。出たり出なかったりという感じですね。でもこれはマジでゲットしておいた方がいいので、かなり、優秀なバッジですね。自分も毎回愛用してますね。そして宇宙の帝王パーツですね。で、効果が2ラウンド目限定ですね。で、自分チームのヒットポイントが2500回復、さらにチーム全員の気力が 35% 回復ですね。で、こちらはですね、初心者向けというかですね、結構簡単にこれは取れるんですね。エイジミッションの、サイヤ人 VS フリーザ軍かな、確か。サイヤ人軍 VS フリーザ軍ですね。あちらの、サイヤ人軍について、そのゲージですね、サイヤ人軍、フリーザ軍であって、そのサイヤ人軍の、ゲージを 100% にすると確定でゲットできます。そして、逆ですね、フリーザ軍の方を 100% にするとゲットできて、こっちですね、最強のサイヤ人パーツ、これがそのサイヤ人側の方を 100% にするとゲットできるという感じですね。これどっちもゲットできるんですね。で、サイヤ人の方が2ラウンド目のチームの戦闘力が3000アップ、さらにエナジーがプラス1ですね。こちらの2ラウンド、これも2ラウンド目限定ですね。で、2ラウンド目で戦闘力が3000上がるバッジが確定で出るっていうのは、かなり、いいんじゃないかなと思いますね。そして入手方法は、さっき言った通りですね。そして6個目が海洋深海救出バッジですね。で、こちらさっき言った、ジャークリューミッションの、神聖ブロリー編ですね。スーパーサイヤ人4のブロリーが、ボスの、神聖ブロリー編の、海洋深海エリア、あちらを、救出率 100% にすると確定でゲットできます。
効果が2ラウンド目限定で、敵チームの中の2人の戦闘力が、まあ、100にって書いてあるんですけど、永続じゃない上がらなくなるんですね。そのラウンドだけ上がらなくなる、まあ、なので100になるっていう感じですね。まあ、これは絶対に先行が取れるっていう、まあ、あとあれですね、敵のエナジーも妨害できてかなり優秀なバッジですね。そして最後は、地球救出バッジですね。まあ、こちらもさっきのジャークリミッションの神聖ブロリー編ですね。あちらの地球エリア、あちらを、まあ確か 50% だったかな、救出率を 50% にすると確定でゲットできて、効果が2ラウンド目限定で敵チームの中の2人のパワードガードを半分にする。これが、まあ、さっきのとちょっと似てるんですけど、まあ、パワーとガードを半減が2ラウンド目なんで、これも2ラウンド目の、まあ敵のなんか壁越えを解除できたりで、ガードも半分になって結構ダメージが通る。で、まあ、2人なんでね、まあ、超ボスだったら1人とか出てくるんで、その、まあ、1人になったところを、ガードとパワー半減にしてしまえば、まあ、無力という感じですね。で、まあ、ざっとまとめた感じ、こんな感じになりまして、ちょっとスクリーンショット撮りたい人とかはどうぞ、まあ、こんな感じにしておくので、はい、という感じですね。まあ、ちょっとでも参考になれたら、嬉しいですね。それでは、今回はこんな感じで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。